人がいるなんて。本当に自分が出てもいいのかな。あ、やっぱり他の人に任せた方が。よし、決めた。今度の弁論、君が左手を先に上げたらチャレンジしてみるね。もし右手だったらやっぱり。ちょっと、なんでもう左手を上げてるの。私まだ全部言い終わってないのに。ダメダメ、やり直し。君が右手を先に上げたら、私行くのやめる。右手？でもこのことは私の口からみんなに伝えたいのに。もう一回初めから。オリエ原告、間もなく口頭弁論が始まります。準備ができたらこちらへどうぞ。わあ、もうそんな時間。すみません、すぐ行きます。漂白者さん、来てくれたんですね。はあ、嬉しい。先ほど明賢さんの画質と駐屯地で集めた証拠を順位さんに渡しました。もう三雲閣の人たちも偽物の製造と販売について言い逃れできないはずです。でも陳述を行う代理人が一人必要だって順位さんが言っていて。いえ、私がやります。いろいろ手伝っていただいた上に応援までしてもらいました。だから逃げずに向き合わなきゃって思うんです。でもまさかこんなに大勢の人が弁論を見に来るなんて。後で話す時に緊張で言い忘れたことがあったらその場で教えてくれませんか。ありがとうございます。あなたがいてくれるのなら私も安心です。そろそろ時間ですね。行きましょう。双方とも揃ったようですね。それではこれより口頭弁論を開始します。はじめに本日の弁論について私から説明させていただきます。オリエ原告の訴えによれば、残像傷害事件の犯人と言われている明賢容疑者は騙された、あるいは脅迫されたことにより違法な贋作の販売に関わったとされています。その間、容疑者は精神面で長期にわたり影響を受けたことで残像傷害事件を引き起こすに至ったとのことです。今後は新たに提出された証拠と弁論内容等を照らし合わせ、その結果をもとに明賢容疑者の再審と三雲閣の刑事責任について判断します。なんですと。長官、前におっしゃっていたのと話が違うではありませんか。客事殿、証拠と見解を弁論前にご提出いただければ有効な証拠として扱わせていただきます。追加の主張があるようでしたら弁論の際にお話しください。では原告人もしくは被告人、いずれか一方から弁論を開始してください。長官、この事件は。長官、私は三雲閣の責任者百次でございます。この場をお借りしてお話しするのは皆様に真実を伝えるためです。まず私どもが販売している芸術品はいずれも本物、偽物などございません。それに明賢は私欲ゆえに危険な作品を創作し傷害事件を起こしましたが、そもそも私どもと何ら関係はございません。私が長年にわたり経営している三雲閣は均衡法制な運営で、
評判も皆様がかねてよりご存知の通りでございます。ですが真心を込めて経営していたとしても、こうした揉め事は日常茶飯事でしてね。残念ながら画家先生の中には、私どもに受け入れられなかったことを逆恨みして仕返ししようとする方もいらっしゃるのですよ。私どもに評価されず、思い通りにならないと悟った途端ことを大きくし、隙を狙って私どもの名誉を傷つけ潰そうとするのです。上辺の話だけを聞けば、皆様はさぞあくどい美術賞が立場の弱い画家に圧力をかけているのだろうと思うことでしょう。しかしそれは全くの偏見というものなのですよ。百次殿、落ち着いてください。こうなってしまっては画家の先生を訴えるほかありますまい。私ども三雲閣は築き上げてきた信用に傷をつけられました。損害賠償責任と公開謝罪を求め、ここに起訴させていただきます。私どもは卑劣な誹謗中傷に屈するつもりはございません。これからも引き続き初心を大切にし、悪党に陥れられないよう三角を守り続けていく所存でございます。前に三雲閣で絵を買ったことあるぜ。ちゃんとした作品だったし、接客も悪くなかった。事件に関わってるなんて考えられないな。被害者なのに泣き寝入りするなんておかしいよ。てか名犬って誰？画家？聞いたことない。どうせ無名の画家見習いが三雲閣を利用して有名になりたかっただけだろう。どうして三雲閣はいつもこういう厄介事に巻き込まれるのかしらね。皆さんお静かに。双方引き続き陳述を行ってください。長官、もう一度この事件について話をさせてください。3日前のことです。あの日、私は不思議な画家の噂に関する依頼を引き受け、ここ採掘場へ調査をしに行きました。待ちくたびれたよ。そうよ、ここ最近採掘場の周りでまた変なことが起きてるの。それであなたのことを思いついたってわけ。あなたに任せればきっと解決するもの。知ってるかしら、今週で噂されるとある画家の話。その人が描く絵は見た人がまるで絵の中にいるかのように錯覚するほど生き生きしているんだって。何よりすごいのは、その画家の絵が完成すると絵の中の奇獣が現実世界に飛び出してくるってこと。そして絵の完成を目にした人は奇獣に飲まれて跡形もなく消え去ってしまうとか。ここ最近深夜の採掘場で奇妙な化け物を見たって人がたくさんいるのよ。それも何度も。しかもその化け物、遠目に見ると絵みたいなんだって。あと現れたばかりの時に近づいても攻撃してこないとか。これってあの不思議な画家の噂そのまんまじゃない？まあもちろんそう思わない人もいるけどね。こんなの残像の新種か誰かのいたずらだって
とにかく噂が噂を呼んでみんな不安がっているの。それであなたに依頼して真相を解明してもらうことにしたのよ。さすが。じゃあいい知らせを待ってるわ。そうだ、目撃者のリストを渡しておくわ。詳しいことは彼らに聞いてみて。仕事はここまで。さあお楽しみの始まりだ。ってどうした、俺に何か用か。お、よくぞ聞いてくれた。何を隠そう、この俺こそが最初の目撃者なのさ。あの日の夜、俺は仲間たちと夜中まで将棋をしていた。でそれが終わって家へ向かう道の途中、突然遠くから奇妙なうなり声が聞こえたんだ。初めは残像だと思ってすぐに逃げようとしたが、どうもその化け物は残像っぽくなくてな。それにあいつらはまるで何かに呼び寄せられているみたいだった。そこで気になった俺はそいつに近づいてみたんだ。近くで見てみるとそいつ見た目が普通じゃなかった。目はチカチカ光っていて、モスグリーンの色をした体は液体みたいでベタベタ、さらにはグニャグニャした角まで生えていて、その可能性も、いや違うな、残像らしくない。あいつら一切攻撃してこなかったんだ。あの時そう遠くない場所でかすかに明かりが灯っていて人が見えたんだ。風で明かりが揺れていて姿形まではわからなかった。だがこれだけは言える、あいつらが手に持っていた絵、それを揺らした途端なぜか化け物が一気に増えた。その後このことをみんなに話したら、後半のやつがあの不思議な画家の噂とそっくりだって言い出したんだ。それは俺にもわからない。でも会話、いや言い争いみたいな声がうっすら聞こえたんだ。だがあの時の俺は化け物に襲われるのが怖くてそのまま逃げてしまって、詳しい内容までは分からなかった。覚えてるっちゃ覚えてるけど、まさか見に行く気か。そんな正体不明の化け物を見てどうする。どうしても行くのならせいぜい気をつけろよ。行くぞ。晩鐘は好み。その採掘場の方ではないですよね。何かお困りですか。ああ、そのことでしたか。確かにここ最近は皆さんその話で持ちきりですね。我々で調査した結果、深夜に化け物の群れが現れたことは間違いないようです。ですが出没する場所には法則性が見られません。出没時間が深夜に集中している、そしてすぐに消えてしまうからでしょうか。今のところ化け物の被害に遭った人はごくわずかです。我々のデバイスはあの化け物に反応しませんでした。おそらく新種の残像である可能性が高いです。この一件を受けて採掘場周辺の警備と見回りを強化しています。おかしなところですか。そうですね、あ、そうだ、ある日の夜我々が調査を行っている時に物音が聞こえたんです。あれはまるで
人の会話のようでした。しかし小声で早口だったので具体的な内容までは分かりませんでした。それに確か残像がいる方から聞こえてきた気が、今になって考えてみればちょっと変ですよね。もしあれが人だったとしたら、残像のすぐそばにいるのになぜ助けを呼ぶ声が聞こえてこなかったのでしょう。腕章は好み。情報は大体集まった。ちょうど化け物が出てくる時間だし、目撃現場に行ってみよう。前方に何かいる。人影、F で、あれはまさか。おかしいな、誰もいない。さっきのは幻覚だったのかな。漂白者さん、奇遇ですね。ごめんなさい、驚かせてしまいましたか。ちょっと外に出て気分転換を。その夜の方がいいアイディアが浮かぶので。違います。実は私も不思議な画家の正体が気になって来てみたんです。ごめんなさい、他の人を巻き込むつもりはなかったので、とっさに嘘をついてしまいました。奇獣に魂が宿り、元凶は現実となる。おかしな話ですよね。でも数年前に一度この噂が話題になったことがあるんです。しかも当時はただの怪談話ではありませんでした。それが再び今週に現れたんです。他の人は大事だと思わないかもしれませんが、私は何かがおかしいと思います。だから原因を突き止めたくて。はい、絵の中にいる錯覚を与える作品を生み出す画家がいたのは事実です。しかしこういった特別な能力を持つ作品は、描いた本人の意図とは裏腹に様々な問題を引き起こしてしまいました。私はそのような絵が再び現れて新たな問題を起こす前に、その画家の創作活動をやめさせたいんです。あの時と同じような結末をたどってほしくないから。今のところはまだ重要な手がかりはつかめていないのですが、私の力不足です。でもまだ当てはあります。私、ある方に採掘場の近況を聞いてみようと思ってここに来たんです。ですか。わかりました。
腕章はこの身に。織江君じゃないか。久しぶりだな。もう絵の具を使い切ったのかい？あ、いえ。こちらの方は漂白者さんだろう。もちろん噂はかねがね耳にしているよ。いや、まさか織江君と知り合いだったとは。でもまともにお話をする機会がなくて。じゃあ今が絶好のチャンスじゃないか。僕の知る限り織江君はいつだって一歩を踏み出そうって時に諦める節があるからね。ほら、何度も心の中で練習してきた言葉があるんじゃないのかい？そんなのないです。織江君、言いたいことがあったらちゃんと言った方がいい。逃げてばかりじゃダメだ。受け身でいたら何も変わらないし、後から後悔するだけだよ。はい、店主さんのおっしゃる通りですね。私も前からこうするべきだって思ってたんです。漂白者さん、こんにちは。私の名前は織江。初対面ではありませんが、改めまして。漂白者さん、私とお友達になってくれませんか？もちろん、喜んで。織江、どうした、織江君？何か考え事かい？あ、いえ、よし。ひょしゃ。また肝心なところで噛んだな。漂白者さん、こんにちは。私の名前は織江で、今は画家として依頼を受けながら、もっといい作品を描けるよう頑張っています。話すのは苦手なんですが、私とお友達になってくれませんか？よかったよかった。思えば織江君がうちの常連になってからこれほど緊張した様子を見るのも久しぶりだな。やめてくださいってば。今日はあの不思議な画家の噂について聞きたくてここに来たんです。ああ、それか。知ってるよ。まだ実際にお目にかかったことはないけどね。でもな、そういう画家の先生が実在するのなら僕が会っていてもおかしくないんだけど。僕は顔料の商人とも付き合いが長い。うちでは顔料も扱っているから、その画家の先生が店に来ていてもおかしくないんだよ。実際うちに絵の具を買いに来る今週の先生もたくさんいるからね。最近か、特にいないな。絵の具の売り上げは相変わらずいまいち。買いに来る先生もみんな顔見知りだ。そういえば鉱石を買いに来た人でちょっと変わった人がいたっけ。少し前
うちへ大量の鉱石を買いに来た人たちがいてね。でも結局買っていったのは安い訳ありの品ばかり。その上買いに来たことを秘密にするよう言ってきたんだ。あんなのを買っていくお客さんなんて初めて見たよ。あ、そういえばだいぶ前に織江君も買ったことがあったな。確かあの頃の織江君は金欠で練習用の絵の具が買えなかったんだっけ。それで自作の絵の具で間に合わせるしかなかった。そうだったろ。それがすごく印象的でさ、あれからそういうお客さんにも気を配るようになったんだ。口止めされているのにどうして今私たちに。それがさ、そのお客さんあれから夜中にうちの鉱石を盗みに来たんだ。もちろん順位に通報したよ。だからその後はもう取引していない。こういうことをする人なんだ。秘密を守ってやる義理なんかないだろう。ああ、もちろんさ。好きなだけ見るといい。この様子だと。あれ？漂白者？漂白者じゃん！どうしてここに？てか会うの久しぶりじゃない？いやー、ここ最近巡礼所が忙しくて会いに行く暇なかったんだよね。あ、織江もいたんだ。私のことは覚えてる？ほら、月追祭の時に会ったでしょ。ってあれ？なんか顔色悪いけど大丈夫？あ、こんにちは。ありがとう。大丈夫。月追祭の時にあんたに描いてもらった絵、うちの巡礼所で大好評だったよ。今もまだ飾ってあるんだ。本当に気に入ってもらえたのなら嬉しい。今度巡礼所のみんなでおもてなしするって話になってるんだよ。みんなあんたに直接お礼を言いたいんだってさ。そうだ、織江はこの後戻るの？思い立ったが吉日って言うし一緒に戻らない？まだ調査があるけど。はい。用事でもあるの？そういうことね。そりゃ確かに戻って宴会開いてる場合じゃないね。すみません。大丈夫だって。そうだ、何か手伝ってほしいことがあったら私を呼んで。だけどちょっと前に採掘場で残像の障害事件が起きてさ、順位が人手不足だから手伝いに来たってわけ。でも私たちが来たら残像のやつ急におとなしくなっちゃったのよ。そんで今はひとまず目撃者に聞き取り調査してるとこ。これは何の音？何が起こっているんでしょうか。嘘、こんな偶然ある？ちょっと待って、今情報が来て。残像が出たみたい。私様子見に行ってくる。私たちも行くんですか？それもそうですね。ですが他にも。
漂白者さんと合流した後、採掘場の調査を終えた私たちは鹿順位と共に残像の出没現場へ向かいました。そこで私たちは明賢さんによる傷害事件の詳しい状況を知り、不思議な画家の噂の真相を突き止めたのです。絵筆を手に取って、織江の緊張もほぐれてきたみたい。この後の陳述は織江に任せて問題ないだろう。作者さん、ごめんなさい。あの時私からシカさんにきちんと伝えられていたら、代わりに説明してもらわなくて済んだのにって。別に嫌いとかじゃないんです。ただ慣れていないせいで、シカさんの親切にどう答えたらいいかわからないまま断りきれなくて。今後はその場で自分の気持ちを伝えられるよう頑張ります。なるべく迷惑をかけないように。ありがとうございます。見つけたぞ、このお騒がせ野郎。被害も深刻じゃなさそうでよかったよ。漂白者、助けてくれてありがとう。臨時の検証を行った結果、現時点では現場で見つかった絵巻の周波数が残像の行動に影響を与えた可能性があると考えられます。それと絵巻に残されていたエナジーは、あの画家のオーバークロック寸前の共鳴能力によるものです。今のところあの画家の状態は安定しています。ひとまず滅多なことはないでしょう。同様の事件の再発を防ぐため、絵巻は我々の方で調査を行い、最終的に残像との関連性について結論を出す予定です。ありがとう。現場の後片付けは私たちに任せて。さっき私が話を聞いたら、自分がやったって認めてたよ。でも深掘りしようとしたら、うんともすんとも言わなくなっちゃった。なんか様子がおかしいんだよな。あー、いや、今は現場を片付けないと。周りに影響が広がったら良くないし。もちろん。したことがあります。以前一緒に絵を学んでいた仲間なんです。織江ちゃん、違うの。私、怪我をさせたのは私、過ち、私だけ。
巻き込まれなくて。半分くらいはね。私が見た時はあの画家は興奮状態で筆を振り回しながら大声で叫んでてさ、見間違いかもしれないけど描いてた絵が動き出したように見えたの。それからシュッって音がして、どこからか残像がたくさん現れた。で、やつらその場にいる人を攻撃し始めたから、私は急いで逃げたんだ。はっきりとは分からなかったけど、逃げている時にやめて、そこまでにしてみたいなことを言ってたかな。あの残像たちを止めようとしてたんだろうね。頭が痛い。少しだけならな。奇妙な幻覚が出てくる前は誰かと喧嘩してるみたいだったぜ。止めないでとか、うまくいったとか、世の中は金と名声でしょとか言ってたっけな。いや、暴走を止めてくれる人がいて助かったよ。じゃないと今頃どうなっていたことか。これまでいろんな芸術家を見てきたが、こんな危険な作品のために他人の命を犠牲にしようとする輩は初めて見たぜ。変なの。あれ、漂白者さん戻ってきたんですね。もう分かったんですか。あの絵は現実との境目が曖昧になっている。幻覚を引き起こすのも無理はない。つまり明賢さんの共鳴能力が絵巻を通じて少しの間人々に幻覚を見せたということですよね。これまでの噂も彼女の能力を偶然目にした人が言い始めたということでしょうか。噂に出てくる奇獣は夜中に見て驚いた人が真相もわからないまま他の人に伝え、尾ひれがついていった姿なのではないだろうか。実は織江と会う前からこの場所はなんだか変だと思っていた。でもその後織江が現れたから、それが織江の気配と思い込んでしまい、深く気に留めていなかった。今になって思えば、あの妙な空気は明賢の共鳴能力がもたらした波動だったのだろう。明賢さんはあの時からここにいたってことですか。全然気づかなかった。でも結局明賢さんはなぜこのような作品を描こうと思ったのでしょう。以前の明賢さんを知っていますが、そんなことのために危険な行為をするような人ではないはずです。明賢さんずっと私の手を引っ張っていて、でも何を言っているのかはさっぱりで、でも多分引き続き調査をしてほしいって意味だと思うんです。もしかするとこの事件にはまだ何か裏があるのかもしれない。確か以前の明賢さんには共鳴能力なんてなかったはずです。それにもしかしたら私と何か関係があるかも。え、一緒に調査ですか。その嫌とかじゃなくて、本当は前から一緒に調査を続けたいなって思ってたんです。私が決めるんですか。実は
まだそこまで考えていなくて。そうですね、メイケンさんとは今週の画室でお会いしたことがあるんです。その後もそこで創作を続けていたのでしょうか。ひとまず行ってみませんか。彼女の他の作品から何かしらの手がかりが得られるかもしれません。でも私こういう操作をしたことがないので、この提案が正しいのかどうか。はい、事件の詳しい状況を知った私たちは原因を突き止めるため調査を継続することにしました。それ以上調査して何になるというのかね。現場の目撃者だって言っていたんだろう。全ては画家の私利私欲のせいだと。それなら、あの百次さん、最後まで話をさせてください。間違いありません。ここです。画室を使っていた痕跡もあります。じゃあ一緒に手がかりを探そうか。はい。この紙、これは伝統的な白玉同士という紙で、きめ細かくて筆が乗りやすい上にぼかしの出方も綺麗で、繊細な感情や情景を描写するのにとっても適した紙なんです。ケイナンの雲山考慮図にギリンの再建早春図、古来より数多くの名画にこの紙が使われてきました。すみません、話が逸れてしまいましたね。あれ、この紙パッケージにセールの表記が。買ったばかりみたい。はい、白玉堂は毎年決まった時期にセールを行います。ここにある紙は私が2日前にセールで買ったのと全く同じパッケージなんです。おそらく同じ日に買われたものだと思います。でもすでに半分使い切っている。きっと事件の直前までずっと徹夜して書いていたのでしょう。紙を変えると作品の仕上がりが変わるんです。つまり紙の異なる性質を利用することにより作品の雰囲気に変化をつけられます。白玉同士は私にとってもお気に入りの紙ですよ。とはいえ今はセールの時に買いだめするしかないのですが、あの値段でこの質、もはや買わない理由なんてありません。私はセールの時にいつも箱買いしてます。運ぶのに丸一日かかるとしても十分お値打ちなお買い物です。3箱で1箱、5箱で2箱おまけしてくれるんです。他にも毎週割引クーポンが発行されたりとか。私たち画家としての方向性は同じなんです。完成した作品の出来もさほど違いはありません。手法こそ違いますが作画にかかる時間もほぼ同じです。だからメイケンさんが制作にかける時間は大体わかります。絵筆を手に取った途端狂ったように描き始め、満足する絵が完成するまで描き続ける。画家ってこういう人ばかりなんですよね。そうでもないですよ。この作品は筆の進みが遅く、落ち込んでいた時に描かれた。対してこちらの作品は筆運びが軽やか。きっと
この時は心身ともに晴れやかで集中して描き上げたのでしょう。画家は自分の気持ちに気づいていない、あるいは気づいていながら作品に影響が出ないよう心がけていますが、やはり気持ちはどうしても筆に残り、見る者に伝わるんです。はい、画家にとって絵は心の窓のようなもの。言葉にできない言葉を絵に込めるんです。とはいえ、明慶さんがずっと同じ絵を描き続けているのはおかしい。絵の描き方も以前の明慶さんと全然違います。壁破青山の影は窓に映りて、千岩万国無境に連なる。世は演歌の夢を溶かし、描きし演歌は己を溶かす。この絵は西華三居図といって、西華省から望んだ遠方の景色を描いたもので。いつの間にか絵の具が、あれ、払ったら一瞬で落ちた。普通の絵の具ならこんな簡単に落ちないのに。確かに墨と絵の具を何度もすすいだ後に残ったシミのように見えます。もしかしたら思いついたアイデアを残すためにこの服を使ったのかもしれません。私もたまにやるので。外でスケッチに夢中になっていると紙が足りなくなってしまうことがあるんです。でもどうしてもその綺麗な景色を絵に残したい場合は、服の上にスケッチします。布は昔の画家にとってのキャンバスですからね。なので服はその場しのぎの画材として申し分ありません。もちろん洗っても絵の具が綺麗に落ちることはないのですが、この機会に異なる画材の表情を知ることもできるんですよ。どうして自分の作品が気に入らないのは創作者の佐賀です。私も同じような気持ちになったことがあります。なんとなく他人の作品の方が優れている気がして憧れたり、その人を超えようとしたり。新たに作品を仕上げても次の日に見るとやっぱりうまく描けてないなって感じたり、まだいける、このまま頑張って修正してみようとか、ダメだ、これじゃ頼んでくれた人に迷惑をかけちゃうとか、描く時の頭の中はいつだってこんな感じです。創作していない時までこうした考えにとらわれてしまうことだってあります。これは道を踏み外してしまう原因になるんです。私にもスランプの時期がありました。でもだいぶ経ってから自分がどうしたいのかだんだんと分かってきたんです。一番大事なのは自分の気持ちを大切にして心の声に従って創作すること。でももし私がスランプに陥っている時に明慶さんと同じような壁にぶつかっていたら、正しい判断をしていたかは分かりません。明慶さんは脅迫され苦しみながら助けを求めていました。だから彼女のために事件の真相を明らかにして助け出してあげたいんです。
さん、これを見てください。自作の絵の具に見えますが、どうして植物が使われているんでしょう。私の知らない配合でしょうか。煎じ薬のカス。名犬はここ最近薬を飲んでいたんだろう。これは薬を煎じた後に残ったカスで、片付けるのを忘れたんじゃないかな。これを煮ると薬に。そっか、薬局にあったあの植物はインテリアじゃなかったんですね。あ、私は薬を煎じたことがなくて。体調を崩しても数日我慢すれば自然に治りますし、昔家族が薬をくれた時はいつもそのまま飲んでいたので、煎じる必要があるのを知らなくて。すみません、世間知らずで。場所からして花瓶はあの棚の上にあったってことだよね。あと棚が動いた跡がある。きっと何かがぶつかって元の位置からずれた。それで花瓶が落下したんだ。ここには水たまりもできてる。まるで水槽の水がこぼれたみたい。あれ？グルッポの跡に似てるけど。わかった、そういうことか。この推理を披露すれば漂白者さんもきっと驚くはず。飛び出したグルッポは花瓶にぶつかり、紙の山に突っ込んでしまった。そして叱られるのを恐れて窓から逃げ出したのです。え、グルッポを飼う人っていないんですか。昔家の壁一面がガラス張りで、その中で何匹も飼っていたんです。だからてっきりグルッポが流行っていたのかと。ごめんなさい、私の調査全然ダメダメでした。そうですか。じゃあ引き続き推理を進めてみます。あ、はい。でもああいう絵筆で描かれただけの幻影はあまり長く維持できないんです。あとこの能力を使うのは久しぶりで、まだ勘を取り戻せていなくて。はい、日常生活では共鳴能力を使う必要ありませんからね。それに絵を描くときは自分の本来の力だけで描きます。自分の本当の実力の理解向上に必要なことですので。能力を使えば作品を鮮やかで華やかに彩ることもできますし、欠点もごまかせます。でも私はそんなことをしたくない。それでだんだんこの能力は使わなくなったんです。でも真相解明のための調査なら使ってもいいかなって思って。はい、
それは間違いないかと。はい、誰かが画室に何かを探しに来た、あるいは盗みに来た、ならきっと明賢さんの作品と何か関係があるものを盗みに来たはず。でもここへ来た人は窓を割って慌てて逃げ出した。きっとその時棚にぶつかった弾みで花瓶が倒れたのでしょう。このことは三雲閣、そして明賢が取り乱した原因と関係がありそう。足跡をたどってみよう。そして画室に残された手がかりを追う私たちがたどり着いたのは追放者の拠点でした。そこで私たちは新たな手がかりを手に入れます。明賢さんと三雲閣の背後に隠されたあることを教えてくれる手がかりを。車体の状態を見るに何か硬いものを運んだみたいですね。もしかして彼らは運んできた鉱石から絵の具を作り、それをまたどこかへ持っていった。店主さんが言っていた鉱石を盗んだお客さんって彼らじゃないですか。香辛椒、石椒、どれも絵の具の原料ですね。あとこれらの鉱石はあの取引記録の内容とほぼ一致しています。ここにある絵の具は彼らが鉱石から手作りしたもののように見えます。正規品の絵の具であれば塗った後そう簡単に落ちることはありません。ですがこの手作りの絵の具はさっと拭くだけで落ちるほど質が悪いです。あの画室の絵の具です。うっかり服を汚してしまった時この話をしましたよね。もしかして明賢さんは追放者からこの安価な絵の具を買っていたのでしょうか。でもだとしたら画室にまで立ち入ったのはなぜ。あんたたちは、こんにちは。私たちは、絵に用事があるんならここへは何しに来たわけ。あのそれは明賢さんの姿が見当たらなくて。そうならそのうち帰ってくると思うからここで待つといいわ。そうよ、本音を言うとみんなあの子のことを気に入ってるの。自分の生活が苦しい時でも私たちを助けてくれたしね。だから私も一応あの子の友人、絵をもらったこともあるわよ。どこに置いたかしら。
あったあった見てよ、絵には詳しくないけど素敵な絵でしょ。はい、私もそう思います。軽快なタッチで創作中ののびのびとした楽しい気持ちまで伝わってくる素晴らしい作品です。特に思い当たる節はないけど。そういや新作に取り掛かってるみたいだったな。それもこそこそと。あと外で危険な作画を試してるのも。ああ私も見たことあるわ。確か見た人を引き込むような臨場感のある絵を描きたいって言ってたっけ。でもあの子不安定な周波数まで使っていて見るからに危険だったわ。私たちも注意したんだけど全く耳を貸してくれなくてね。そうなんだよ、俺もあの危険な絵を見て描くのをやめるよう言ったんだ。そしたらこっちが怒られた。まったく芸術家ってやつは何を考えてんだか。あの皆さんは普段どんなことで生計を立てているのですか。え、私たち？そりゃ狩りに出たり依頼を受けたりとか。それだけだ。あとは日々をただつつましく生きてるってだけ。私気づいたことがあるんです。はい、あの追放者たちも明賢さんも誰一人として本当のことを言っていません。追放者たちの手が黒っぽかったのは長い間炭に触れているから。仮にそうだとしたら絵の具と炭を大量に作っていることになります。はい、それに先ほど彼らの元で目にした絵と画質にあった作品、これらは明賢さんの日記の内容を裏付けるものです。日記の内容からして明賢さんは心境に激しい変化が起きていて作品もその影響を受けていたようでした。なのでおそらく変化のきっかけとなる出来事は三雲閣と関わった後に起こったのだと思います。いいですね、そうしましょう。話し声が聞こえますね。はい、では私はデバイスで録音しておきますね。何かあった時のために。ったく、名犬の絵が三雲閣に届いてないとかなんとか、また百次さんが催促してきやがった。インフがあの子を追い込んで怪我させたせいじゃない。いいわよ、絵が描けなくなれば依頼も諦めるしかないんだから。俺が何をしたって言うんだ。いつも通り注意しただけだろ。最近反発するようになってやりづらかったからビシッと言ってやっただけだ。俺だってまさかあんなにメンタルが弱いとは思わなかったよ。だが今日はうまくかわしたから順位に怪しまれなくて済んだぜ。安心しろ、全部名犬のせいにしてるから誰も俺らの存在には気づかないだろ。でも今日は名犬の調査をしに来た人がいたわ。順位じゃなかったけど。まさか私たちのことがバレたんじゃないわよね。んなことねえだろ、絵の具を作ってるって別に普通のことじゃないか。俺たちは追放者のふりをしてるんだ。そもそもこんなことしてたって怪しむやつなんかいない。それに知られたところでどうってことない。とはいえしばらくは気をつけねえとな。百次さんが言ってただろう、裏でやってることだから何があっても三雲閣だけは巻き込んじゃダメだって。
三運閣。確かに明慶さんの背後にはずっと彼らの存在があります。昼間彼女の名前を出した時に顔色がおかしかったのはそのせいだったんですね。インフ。そういえば鉱石の取引記録にインフーという署名がありました。思えばあの時のインフーは傷害事件の責任を全て明賢になすりつけ、その上明賢が不純な動機で事件を起こしたと強調していた。昼間のあいつらの口ぶりもそうだ。気づかれないようにするためあらかじめ口裏を合わせていたのだろう。そのせいでこれまでは明賢の視点でしか考えられていなかった。あの、私思いついたことがあるんです。でも彼らの言っていたあの絵を探し出してからじゃないと確信が持てなくて。今の時間帯は昼間より人が多いです。どうやって中へ入るつもりですか？でももし彼らに気づかれたら手がかりを隠されてしまうんじゃ。なるほど。これなら正体がバレることはない。他にも手がかりがないか探してみよう。軽いものを運ぶだけなのにこんなに疲れるとは。助かった。少し休ませてもらうぜ。そうそう、物は北の倉庫に保管してあるからな。洗浄して研磨して色分けしてのり剤を入れて。のり剤を入れるのが先。そうか。って誰、どうして絵の具の製造工程を知ってるんだ。起きてたんですね。これほどたくさんの画家が関わっていたなんて。しかも住所まで記されています。この画家たちの住所はどれも同じエリアだ。三運閣はエリアごとに名簿の管理を行っているに違いない。駐屯地の人たちはこのエリアの荷物の運搬や原材料の調達を担当しているだけだろう。きっと引き続き贋作作りに協力してくれる画家を探しているのでしょう。次の行き先は…ちょ、何見てるのよ。これは見せられないの。あっち行って。
この絵はどれも偽物ですよ。私の知る限り原画が市場に出回ることはないはずです。こんなことが今日に至るまで表沙汰にならなかったなんて。港から出港してしまえば交流で明るみに出ることはまずない。それに三雲閣も圧力を加えている。他にも手がかりがないか探してみよう。協力関係を解消したいの。無理に決まってんだろ。これまで解消したやつはいないし、お前も金をもらってんだから。お金は全部返す。迷惑はかけない。とにかくやめたいのよ。全部知ったくせにやめる気か。ダメとは言わないが、万が一のためにそれなりの覚悟は必要だぜ。何が言いたいの。まあ、死人に口なしってとこかな。百次さん、これが昨日の会話内容です。最後は否定も肯定もしませんでした。ひとまず様子を見たまえ。様子がおかしければ始末しろ。承知しました。ここが彼らの言っていた倉庫のようですね。ここには作りかけの炭もあるみたいです。名簿に載っていた絵ですね。ここにあるのは最下三巨図。すべて明賢さんが描いたものです。あれは普通の模写ではありません。明賢さんはここの人たちと一緒に偽物の絵を描いてお金儲けをしていたんです。まさかこの道を選んでしまうなんて。この可能性も想定していたとはいえ、この絵を見るまでは認めたくありませんでした。あれ、これは最下三巨図の原画。確か画室にあった記憶が。あ、わかりました。
彼らが画室から盗んだのはこの原画ということですね。絵の画風こそ原画と一致していますが、細かいところに出る画家の癖、技法ではないこれを模倣者はそうと気づかず真似てしまうことがあります。じっくり観察してみればこうしたディティールの処理の甘さに気づくことができるんです。実は私、任せて。大丈夫です。楽を変えます。大丈夫です。ちょっとびっくりしちゃいましたけど、どうしてこんなところに残像が。彼女の心が引き起こした周波数の波動が残像を引き寄せたのだろう。でも明賢さん、ここにはいませんよ。でもその心境が私たちに反応するのはどうしてだろう。もしかすると私が来たからかもしれません。昔明賢さんの前で共鳴能力を見せたことがあるのですが、彼女の日記を見て思ったんです。あれから彼女は原稿を書くことに執着し始め、それを追求する過程で自分を見失っていった。そうした日々積み重ねていった感情が私たちが現れたことによってついに爆発したのだと思います。だから全て私のせいなんです。でも三雲閣の追手が来たみたいです。対応を怠る。俺たちの商売を台無しにさせたのに、そのまま逃げる気か。オーバーって、どうしてみんなそればっかり。お前ら、こいつらの。お前たち一体何者だ。順位には見えないが、何が目的だ。絵が欲しいんなら好きなだけくれてやる。どうせまた同じものは手に入るからな。流れ作業のように模倣品を描かせるなんて、画家の初心を踏みにじっているも同然です。所詮は石ころと木を描いただけだろうが、俺が適当に描いたって似たようなもんだってのに。偽物も本物もあるかよ。絵の具と墨で描かれた紙切れのために20枚もくれてやってんだ。こっちはその金だって惜しいくらいだぜ。作品の価値をそんなもので測るなんて。お前たち金目当てで来たのか。口止め料で提示金額の2倍は弾むぜ。これで満足だろ。たっただうぜろ。いらない。何がしたいんだお前は。白日の元に晒す。順位への報告とは別に贋作を作って売っていたことを白日の元に晒す。画家たちに美味しい話を持ちかけて脅し、彼らを命の危険にさらして、この私が全部バラします。
どうしました？私、黙っていたくないです。この隠された真実は多くの人々が知るべきだと思います。分かってんのか。三運閣を敵に回すことになるんだぞ。私は三運閣に認めてもらうために絵を描いているわけではありません。誰にも立ち上がる勇気がないのなら私がやるまでです。まずこいつらを勝手に動けないようにする。それから相手の不意をつくために。長々と喋っておいて証明できたのは我々と関わりがあることだけだろう。真の犯人が誰かは分かっていないではないか。もう一度言っておくが、贋作を書いたのも売ったのも傷害事件を起こしたのも全てあの画家がやったことだ。私はあの画家を手伝ってやっただけに過ぎない。私の手助けなしにあんな絵が売れるとでも思うのかね。百次さん、話題をそらさないでください。あの画家と来たらこの私の恩をあだで返したのだよ。今さらこんな風に疑われるとは全くもって心外だ。皆さん、この録音の音声をお聞きください。ったく、名犬の絵が三運閣に届いてないとかなんとか、また百次さんが催促してきやがった。イーフがあの子を追い込んで怪我させたせいじゃない。いいわよ、絵が描けなくなれば依頼も諦めるしかないんだから。最近反発するようになってやりづらかったからビシッと言ってやっただけだ。俺だってまさかあんなにメンタルが弱いとは思わなかったよ。ただ模写の練習をしたかっただけの名犬さんはあなたたちのせいで変わってしまったんです。騙して道を踏み外すよう仕掛け、果ては脅迫して、そうやって彼女は少しずつあなたたちの贋作作りに手を貸すようになっていったんです。私にはわかります。精神的に弱っていなければあのような事件が起きることはなかった。でもあの時の名犬さんは贋作作りをやめられない状況に陥っていました。それなのに彼女が中心となって起こしたことにするのはあまりにも不公平です。あの画家のことはさておき、贋作作りとは何のことだ？その録音のどこが証拠になるのかね。どれもあの絵がただの模写ではなく三運閣の金儲けの手段になっていることを裏付けるものだった。本物だの偽物だの言ってここにいる人たちをたぶらかすのはやめてくれるかね。贋作は真の作者がいて初めて成り立つ。だがこれらの絵はどれも名犬本人が描いたもの。同じものをたくさん描いたところでいずれも本人の作品だからね。百次さんはこの絵をご存知でしょうか？もちろん知っていると思う。あの不思議な画家が描いた彩花三虚図だろう。ではこの絵と他の絵の違いはお分かりでしょうか？当たり前だ。他の作品と違ってこの絵の原型はまるで本物の世界のように見る人を引き込む。これは不思議な画家、つまり名犬の共鳴能力によるものだよ。ですがこのいくつかの絵を見る限り名犬さんの共鳴能力は一度も安定したことがないように見えます。そして安定しているのはこの原作だけです。そんなことにこだわって何の意味があるというのだ。違いを示す証拠でもあるのかね。まったく子供じみたことばかり言って。
画家が常に安定した作品を創作できるとでも？芸術を追求する画家なら、普通は作品に上質な画材を使用します。そうすることで、作品の仕上がりが良くなるからです。私は画質の調査をしていたとき、うっかり絵の具をこぼしてしまいました。ですが、それによって絵の具の違いに気づいたんです。原画に使用されている絵の具は明るく澄んだ色をしています。色持ちも良く、ぼかしも自然です。そして贋作に使用されている絵の具は訳あり品の鉱石から作られたもの。本物の質にはひどく劣り、一吹きで落ちてしまいます。墨の成分を調べるだけでも本物か偽物かの違いは分かりますよ。そんなもの、それぞれ使った顔料が違うだけの話ではないか。君、名犬がいつも同じ絵の具を使わなければならない決まりでもあるのか。これのどこが我々が贋作を作っていた証拠になるというのだ。最下三巨図の本当の作者は私です。絵は幼い私にとっての気持ちを表現できる唯一の手段。自分の知っていることも知らないことも一つ残らず絵筆に載せると、絵の中に描いた全てが踊り出し、ありったけの思いは元凶となって現れました。そして夢とうつつが入り乱れる世界は人々を魅了し、不思議な画家の噂は広まっていったのです。でも自分の技術が洗練されていくのを喜んでいた時、両親がこの共鳴能力の絵を商売道具にしていると気づきました。お金儲けのために。ある人は絶景を求め、現実逃避の場にすることを望みました。ある人は煉獄を求め、人を罰する道具にしました。私の能力があるべき姿から遠ざかっていき、望まない形で利用されていく。このことに気づいてから絵を描くことが怖くなりました。私は能力を使わず描くことにしたのです。両親は私を叱りました。能力のない絵など紙くず同然だと。そして商売に失敗した両親は挑発してしまいました。散々な結末を迎えたものの、おかげで私は再び自由に絵が描けるようになりました。一人で今州に来て初めに住んだ場所が最下省です。壁破青山の影は窓に映りて、千岩万国無境に連なる。世は演歌の夢を溶かし、描きし演歌は己を溶かす。最下三巨図の句は私が書きました。決して秀逸な句ではありませんが、これは過去を忘れようという私の決意、不思議な画家としての最後の作品となりました。それから共鳴能力のある絵は少しずつ人々に忘れられていき、私も共鳴能力を使った絵は描かなくなったのです。いやはや感動する話だったよ。だが君が原作者だと言ったところで何の証拠もないがね。長官、この贋作の中から一つの絵を選んで少し手を加えてもよろしいでしょうか。私がその画家であることを証明したいんです。構いません。はい、名犬さんの出来事がきっかけで
私もあることに気づきました。自分を受け入れてこそ人の心を動かす絵が描けるようになれる。これまでの絵は私の内面を表現したものであり、私の人生の一部でもあります。これまで経験した全ての出来事が今の私を作り出しているんです。私がしたいのは自分が原作者であることの証明だけではありません。むしろこれが私の共鳴能力によって引き起こされた事件なら私にも責任があります。このまま見て見ぬふりをして事件に巻き込まれる人が増えてほしくないんです。嘘嘘どれ、切るのかしら。まだ信じられないよ。いやまさか、見て、始まるぞ。心が生み出すもの。ここは明賢さんの心境と関係があるんだと思います。どうして？待って、今何か聞こえなかった？オリエ、どう見ても彼女の絵とウリ二つじゃない。この声は、どうして彼女の絵ばかり評判がいいのよ。大丈夫よ、彼女はもういなくなったんだ。私が彼女を超える日も近い。危ない。あなただったのに。このことは全部言ったのに。一体何が足りないのよ。遅い。これで決める。なのに、きっとあの能力のせいだろう。違う、これは能力とは関係ない。あなたも羨ましいほどの作品を描いていたんですよ。伸びやかで自由で。私たちは画風こそ違っても創作に取り組む時の心境は同じだった。そうでしょ。
初めて書けるようになるのですから。この元凶なんてかっこいいんだろう。もう二度と見られないだなんて残念ね。積もれば山となるですね。あの原告の話本当だったみたいだな。三雲閣があんなことをしてるとは思わなかったぜ。ああ危うく三雲閣をかばうところだった。まったく考えるだけで腹立たしい。事件の真相を知って何度自分を責めたことか。この能力を使わなくなれば私の絵で誰かが傷つくことはなくなると思っていたのに、またこんなことが起きてしまうなんて。でも私、漂白者さんの言葉を聞いて我に返ったんです。悪いのは絵じゃなくて、それを利用して人を傷つける悪人の方。百次さん、人々から信頼されるべき美術賞のあなたたちは私利私欲のために作品を、そして画家の心を傷つけた。画家が大切にしていたものがお金儲けの道具にされてしまったんです。原作者だろうと贋作の協力者だろうと、画家である私たちを侮辱していることに変わりはありません。今ここにかつての原画と私がこの場で描いた絵があります。これでお分かりになったでしょう。10分ほど前に治安署から連絡がありました。関係者となる追放者を取り押さえ、絵の所在を突き止めたとのことです。百次被告、他に意見はありますか？では我々で明健容疑者の事件について再調査を行います。その上で三雲閣の刑事責任についても精査を行い、早急に全面的な調査へと踏み切る予定です。以上で本日の弁論を終了します。やっと終わりましたね。私、ちゃんと話せていたでしょうか？そんな、さっきは勢いに任せていただけです。本当は緊張で汗びっしょりでした。漂白者さんが隣にいてくれなかったら、
最後まで話せなかったと思います。だって心を落ち着かせるためにずっと捜査のことを思い出していましたからね。あ、そのつまりあの時は何を話してもちゃんと聞いてくれたし、すごくリラックスできたから。あの時は一緒に調査をしてくれてありがとうございます。漂白者さんのおかげで少しずつ自信を取り戻せたからこそ、胸を張って弁論に臨むことができました。三雲閣が処罰されれば、あの贋作ビジネスも幕を閉じるでしょう。そして無理やり協力させられていた画家たちも自由を取り戻せるはずです。ありがとうございます、漂白者さん。こんなに晴れやかな気持ちになったのは本当に久しぶりです。この後明賢さんの様子を見に行ってみようと思います。彼女が事件に関わっていた以上、私から全てを話したいんです。漂白者さん、この後何か予定はありますか？こっちの依頼も彼女が原因となって起きたことだし、明賢のことも三雲閣のことも一緒に真相を突き止めた。だから一緒に見に行こう。そういえばそちらの依頼はもう完了したのですか？真相にたどり着いたあの日にすでに完了しているよ。わかりました。では一緒に行きましょう。堀江ちゃん、久しぶり。明賢さん、その傷は？研究員さんが看病してくれてるから大丈夫。会話ぐらいは平気だって。こっちの人は漂白者さんよね。二人のことは全部聞いたわ。ありがとう。私はあの苦しい日々から解放してくれて。前から分かっていたわ。堀江ちゃんは一見弱々しく見えるけど、自分の中で許せないことが起きたら誰よりも真剣に立ち向かう人だって。それと私、謝らなくちゃいけないの。私があなたを超えようとしたせいでこんなに迷惑をかけてしまった。本当にごめんなさい。怪我したおかげで目が覚めたわ。これからは二度とあなたの絵は真似しない。というかそもそも私は絵描きには向いていなかったんだと思う。私、明賢さんにお渡ししたいものがあるんです。やっぱりこんな生き生きとした絵を描けるのはあなたしかいないわ。私の絵とは比べ物にならないもの。これは明賢さんが描いた絵。初めてお会いした時に明賢さんが私にくれたんです。笑っちゃうわね。あなたの絵を真似しているうちに自分の絵まで見分けがつかなくなっちゃうなんて。明賢さんの絵が私に劣るなんてことはありません。作者の身分から離れ作品そのものに向き合えば自分の絵の魅力に気づけるはずです。明賢さん、本当の自分を取り戻しましょう。
メイケンさんならきっと誰もが認める画家になれますから。ありがとう、オリエちゃん。この絵を持ってきてくれて本当にありがとう。メイケンさん、真剣に受け止めてくれたみたいです。以前何度かお会いした時、絵についての議論になると彼女はいつも夢中になって話していました。あの時の情熱はそう簡単に消えるものではないと思うんです。今思えばあの頃の私たちは純粋な気持ちで議論し切磋琢磨し合う友人のような仲でした。だから彼女が事件で苦しんでいるのを見て放っておけなかったんです。事件のせいでメイケンさんが絵を描かなくなってしまうのは嫌なんです。私が最後まで頑張れたのは画家たちのために真相を暴きたかっただけじゃないんです。私が頼りない人だって漂白者さんに失望してほしくなくて、採掘場にいた時にお伝えしたかったんですが、あの時はうまく伝えられなくて。漂白者さん、私とお友達になってくれて、一緒にこの事件を解決してくれて本当にありがとうございます。今はまだ過去の記憶と自分を完全に取り戻せたわけじゃない。でもオリエと一緒に過ごした日々と思い出、その全てが大切な宝物なんだ。オリエ、手伝ってくれてありがとう。オリエのこと、そしてこの世界のことが少しだけ分かった気がするよ。漂白者さんたら、分かるまでに時間がかかるんですね。冗談を言える勇気も漂白者さんがくれたんですよ。それはもう少し時間がかかるかもしれません。